ないな。一応、すみません、社長、私も録画させてもらってよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ。あ、すみません、録画させていただきます。じゃあ、インバイト録画させていただいて、あれかんな。なんて言おうと思ってたんだっけな、これ。そうか。こんなに真面目そうで清潔感がある人が鼻にティッシュをつけてお邪魔で歌っているなんて信じられないよ。いや。よろしくお願いします。念のとおり。よろしくお願いします。あれ、入れてないですよね。あ、インバイトを送っていただければ、インバイトがなんか灰色になって、Enable to invite player to game in a single player game。送れないですね。あ、そっか、シングルプレイになってるからか。そうですね、島上さんがシングルプレイになってるからですね。久方ぶりにやるんで、忘れてました。なんか、ずっと遊んでたような気でいますけど、久々ぶりの2回目ですからね、これね。そうですね、また久々ですね。まあ、前ほどではないですけど。ずっと、いや、遊んでるような勝手に気になってましたけど、あのいい加減な交流を続けていたんで、やってるような気になりましたけど。そうですね。よーし、よかった。手伝わせていただきます。すいません、何でもコツ使ってくださいよ、社長。あ、本当ですか。コンティニューして。なかなかね、こう人のところでやる機会が私もなかなかないので、ね、そっか、島上さんの配信のあれ画面を止めなきゃいけないのか、畜生ゴースティングしながらやりたかったんだけど、ラグってしまったらしょうがねえな。配信画面を止めてコメントだけは見てるからな、てめえら。舐めたこと言ってると。社長に代わってしばけてやるからな、社長。舐めたことしか言われないんですけどね、最近。なるほど、もみ手で。よし、わかりました。よし、社長に俺いつかメック買ってもらうために頑張っちゃうぞ。あー、メック、そうだな、そうですね、頑張り次第によっては。あのプレイヤブルキャラクターを作んなきゃな、もういただかなきゃな、殺さないように大事に育てていくぞ。ああ、確かにそういうのあるといいですね。そしてあれだ、お、社長のあれだな、雇われとはいえ命に関わるようなことがあったら社長ほっぽってでもらう、前線を離脱する。やってられねえぜ。まあ、さっきのピッケンズちゃんのあれを見せてしまった。怖いな。怖い。意外とね、命よりも金って連中がね多いんでね。わけ連中は恐ろしいですか。金さえあれば人員は補給できますからね。そうですね、太く短くっていう連中も多いですからね。プレイヤーとしても太く短くっていう連中が多いですからね。なるほどね、行かさせてもらうぜ。頼む、労働頼むよ。これ何にもできないまま、また視聴者に戻る可能性あるからな。そろそろ俺、そろそろ俺、長めの刃物のようなものを持って、エピックに額にろうそくをつけて、うん、額に2本のろうそくを刺し、鉢巻きで巻き、殴り込みですか、鉢巻きを巻き、エピックってやってしまう可能性があるかもしれないね。そんなにでも、確かに結構前から不具合が多いですよね。たたりじゃ、たたりじゃって、ね、メックユーザーのたたりじゃかかとりあえず、じゃあどうしよう、ジャベリンでいいですか。ロード画面から止まらない、くるくる。あ、まだロード画面なんですね。了解です。待ってます。あ、そうか。ミッションやるときはですね、一回、はい。コンプリテッドミッション、フィニッシュミッションという状態のセーブデータで呼び出さないとおかしくなってしまうんですね。はい、ミッション画面で呼び出したりとかすると。ああ、じゃあ、あのミッション、あのキャンセルした方がいいですか。うん、どういう状態、一回、チマンゲスがミッションを終わらせたリフレッシュ状態で、さあ新しい仕事を受注するぞ、はい、とちょうどいいのは惑星を一回移動してるとさらにいいですね。でこうクリーンな状態にして人を呼ぶと入れる確率が高いって、はいはい、こう有料デバッカーのコスモスの感じという方が言ってましたね。1万円以上、1万3000から5000ぐらいの値段をクソエピックに払った、有料デバッカーのコスモスのさんが言ってましたね。じゃあ一回アボートしちゃって、あ、一回落ちましたね私。
了解です。蹴られます。そしたら他の惑星に行こうかな。うん、まあロードするなり、まあボートだと信用下がっちゃうんでね、ちょっともったいないですが、まあまあまあちょっと時間も限られているので、天木さんの貴重なお時間を。でもアボートすると信用3倍減りますからね。あ、そんな減るんですか。通常の3倍減りますからね。普通に負けた時とか、あの栗田に、まあ、例えば、はい、あの敵勢力でターゲットとして狙った時はだいたい10くらいしか減らないんですけど、はい、仕事を途中で割ると傭兵としての信用が一気に落ちて3倍、30とか40くらい近く落ちます。結構辛いですね。うん、トタキャンして他の惑星に、うん、逃げ帰ってきました。うん、アルバイト来てないんでちょっとこの仕事なしでみたいなこと言ったらそれは怒りますよね、相手ね。てめえ舐めてんのかみたいな。まあ、そうですね。てめえ仕事舐めてんのかっていうね。考えてみたらそうだね。そうですよね。うん、まあ、でも農兵事業なんで好きなようにやらせてもらいますよ。うん、敵方として出てきたときはね、多分相手方もね、あの、まあ、相手も傭兵金次第だからそんなもんかぐらいの評判の落ちくらいなんで、落ちるくらいなんでしょうね。うん、あ、なるほど。まあムカつくけど、まあやってくれたのくらいの感じなんでしょうけど、まあ契約だからね。そうだね、契約だからね。あ、来ましたね。じゃあ行きますか。あ、今インバイト受けて大丈夫ですか。今大丈夫だと思います。ミッション受注してないし、あの惑星も移動しました。よし、じゃあ行きます。出るかな。あ、いかんいかんいかん、なんか人の配信であの子供のようにはしゃいでる。いかんいかん。いや全然いいですよ。もう好きなようにしてください。ダメだダメだ、自然体でナチュラルで。いかんいかん、いやむしろかっちりやる方がタジタジになってしまうので。歌まで危ない危ない危ない。いかんいかんいかん、できないんだ最初から言えよって話ですからね。そうだね、うん、まあそうですね、めちゃくちゃ怒られるね、うん、まあ現実世界でやったら怒られる案件ですね。銀河で評判を落とすって最悪ですね。俺たちまでインターネットっていう地球一つの地球一個の単位ですから、まあね、ツイッターで下手なこと書いて地球人全員敵に回すようなことしても別の惑星に飛んで出てきゃまだやり直し聞きますからね。だけど大銀河でこんなことやった日にや、銀河レベルで炎上したらもうどこでもどこにも生きていけません。いけません。お、あのオレンジの T シャツ着てるところの傭兵会社どうなっとんだっていうあれですよね。惑星を逃げても逃げても、ね、太陽系から太陽系に渡り、悪評がつきまとわれることになりますからね。死にて、これはちょっとさせて、これから気をつけない。インバイト弾かれちゃいましたね。もう一回送ってもらっていいですか。これ怪しいな。はい、まあ10分いいですね、15年ですか、50分になってもこの調子が繰り返されるんでしたら私はスッと、視聴者にそれはそれで悲しいな。いやいや、こちらも契約なんで。なるほど。いやでも 4,5 回これが続くようでしたら島上さんもどうですか。私と一緒にあのなんかバールのようなものを持ってエピックに、はい、一緒に行きませんか。二人で乗り込みますか。うん、まあ行った方がいいかもしれませんね。もう、フォートナイトやめりゃええんとちゃうんかっつって。いやー、うちのフォートナイトが回線を主に使っておりましてっつって、すいません、お客様に迷惑かけてもらって、そんなもん話やろうがっつってね。いやー、それはなんでじゃーって。クレーム。あ、晴れた晴れた。あー、晴れた。どうですか、私ラグってませんか。大丈夫です。ぬるぬる動いてる動いてる動いてる。よーしよしよし、よーしよしよしよし。あ、いいですね。道路公団カラーの、これがボンカラーですね。これは僕からのジャブリンとセンチュリオンです。いいですね。俺は仕事させていただきますよ、社長。何でもいいですよ、任せてくださいよ。そしたら、まあ上から順にやってきますかね。デモリッションミッションで、まずは。社長、今、社員がいるうちに稼いじゃってくださいよ、社長。お願いします。はははは。悪感ども、あれだな、こう、なんだ、宇宙中の悪感どもと、ボンカレーみたいな、ボンカラー、ボンカレーみたいな、そうだね、俺も思ったね、それはね。でもね、大丈夫、放射能マーク入ってるからね。放射能マークついてるからね、林真澄もびっくり、あ、いけいけね、人のチャンネルそんなことしちゃいけね。
まあね、ね、大犯罪者 M 氏もびっくりの放射能マークがついてますからね。放射能カレーマーク。さすがに私も放射能まで入れてないよっていう びっくりカラーですからね。ウランなんか、劣化ウランなんか、さすがに私も劣化ウランなんか入れる気起きないよって人出なしって言われるくらいの色になってますからね。人出なし。食事を犯してるやつに人出なし言われてる。あ、すごいですね。あら、かわいいジャベリンですね。もっと重量級メックがあったら本当に欲しいんですけどね。いやでもね、社長、あのロイヤリスト、アリーナ通いでしたら、でかければでかいほど前走行、前走行が有利ですけど、俺たちは傭兵ですからね。なるほど。全然でかきゃいいって問題じゃないですかね。でかいの出して、社長ももうね、もういっぱい仕事してるか分かっていらっしゃると思いますけど、でかいの出したことによって逆にこれ赤字になって帰ってくるぞっていう、あら、これ鼻くそほじってみんなでスマブラやってた方が良かったんじゃないのかっていう、これ働かないだけ良かったっていうね、ありますよね。貧乏になりに行ったようなもんだみたいなことも起きるんでね。ジャベリンレーザーのみですけど、いいですか？全然全然嫌いじゃないですね。ジャベリンはパイロットを育てるメック、いいですね。あとはジャンプジェットはどうします？社長のオーダーに任せますよ。あ、じゃあまあヒートシンク、じゃあガン積みでいきます。あれ、こっちにあるのがスパイダーか。なるほどね。よし、俺たちはロイヤリスト、アリーナ通いとは違えんだ。全部自前で用意して、全部自前でやってんだ。零細なんだこっちは。まあそうですね、確かに、用意されたものじゃないから、ぶっ壊しちゃダメなんだメックを。じゃあレディで、よし、で、あ、私行きましょう。私この男ですね。よし、なんていう名前。ノート君で、というか、ノート君しかいないんですよ、今、社員が。ノート君、なるほど。今日から俺は。レオン君と。なるほど。レオン君、イベントキャラっぽいですからね。死んだら、俺みたいに、2日目で殺したら、イベントが見れなくなっちゃうかもしれませんからね。なるほど。今だから。オロケ、メック起動しました。了解です。行きましょう。行きましょう。センチュリーです。今回これデモリッションですね。デモリッションです。なるほど。社長、どういうルートで行きますか？このまま真っすぐ行く感じですか？このまま真っすぐ行きましょう。了解。じゃあちょっと右に曲がって入りましょう。了解です。先行偵察していきますね。あ、また情報、お願いします。前の情報を引っ張ってきます。変なところ罠踏んだら、センチュリオン、その巨体が生かせなくなってしまうんでね。そうですね、囲まれたりしたら大変なんで、お願いします。先兵で行きます。なるほど、目標まで500。なるほど、直縁紹介出てきませんね。あー、なるほど、コンタクト、あ、めんどくさいのがいますね。ジャブリン、サムロクジャベリンが守ってますね。社長、デモリッションですが、どうします？いや、壊しに行きましょう。ガン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 壊す。了解。じゃあ私軽量メックなんで、中入って主に中の破壊やってきますね。おお、結構あるから。じゃあ任せます、そっちは。了解了解。うわ、ジャンプジェットがね、そうだった。ガンガン、じゃあ付近の雑魚は任せてください。お願いします。カバーを出しますか。うわ、サム6ジャベリンが結構痛いんで、サム12ですね。軽め珍しいメックがいるんで、お気をつけよう。了解です。なるほど。なるほど。じゃあ俺は建物破壊用のメックってことで、ちょっとお願いします。チェインファイアモードで運用させてもらうかな。ちょっとシステムの、コンピューターのシステムを書き換えさせてもらいます。了解です。どうぞどうぞ。自分の好きなようにカスタマイズしちゃってください。この方が壊すに早い。目標今75。まだまだだのは。ちょっと結構右腕がやばい。なんかアイテムありゃいいんですけどね、あったためしかないっていうね。アイテムですか？なんかね、ほらチュートリアルでアイテムを回収するみたいなこと我々やらされたじゃないですか、パパに。あー、だけどアイテムあったことないっすよね。アイテムなんて拾ったことないですね。そう、小中央レーザーだから
ヘリコプターが壊せはしねえや。社長お願いしますね。戦闘ユニットの方は社長にちょっとマルチコムお任せいたします。お任せください。 50% か。なるほど。やっぱりデモリッションはローカスとかマシンガンがあった方がいいのか。でもサムロックジャベリンに直撃食らったら一瞬でやられちゃうからね。なるほど。難しいところですね。建物破壊するにはマシンガンがやっぱりいいみたいですね。ああ、そうなんですね。温度上昇を見せて弾もアホほど使えるっていう。はいはいはい。かなり威力低いから使えない兵器だと思ってましたが、そういう運用方法があるんですね。レーザーとかクールタイムがあってやっぱりちょっとテンポが落ちるみたいですね。なるほど。すげえ車両出てますねこれ。下手な目つける強い車両出てますね。そうですね。結構明るい対抗してます。いやでもさすがですね。やばい、社長へのダメージとかが結構でかいな。サムロックジャベリン結構痛かったみたいですね。これ結構壊したんだけどな。囲まれてしまって 8% です。結構壊してるんだけどな。まだ壊してもあと 7% か。このでかい建物が。ああなるほど、そこか、パタコナか。よし、あと 2% か。じゃあ私あれから離脱しようか。からそうですね、もう全然離脱しちゃって大丈夫です。やってきます。直縁系また増援が来ると思うんで。増援に巻き込まれてもたまらん。で左腕取れちゃった。まあ大丈夫でしょう。必要経費のでも左腕で取れると修理代10万コースなのかな。いくらかかるのかな。ああそうなんだ。結構10万20万取られますよね。よーし、お疲れ様です。なかなか。ありがとうございます。さすが社長だ。いやー思ったより壊してしまったな。でもよーし、あと40分くらいか。ガンガン回してガンガン稼いでいきましょう。自由だ、ガンガン。俺たちは自由だ。戦闘しながらコンピューターの格好でシードの持ち主、シードシステムみたいな感じなのか。なるほど。コンピューターの格好でチェインファイヤーモードはあの連射モードに切り替えましたね。同時発射グループファイヤーモードからちょっとやったことないんですよね。戦闘中にその書き換えるみたいなこと。かっこいい。あの十字キーとバックスペース、はい、使うと変わられます、ね、十字キーコントロール、右コントロールボタンで。なるほど。選択するグループの種類と、あとはチェインファイヤー、グループファイヤーですね。ファーストストライクっていう、アルファストライクか、全弾同時発射っていうボタン、超怖いボタンもあるらしいんですけど、気をつけなきゃいけないね。まあ、そのボタンを押すと、まあ、エンジン停止すればいいですけど、はい、爆発する可能性が高いですね。それはちょっとリスクが。やばいですね。あ、いいですね。あ、なかなか備品も揃っているようですね。さすが社長ですね。サムロッキーはいいですな。シンクが1個壊れちゃったな。あ、なるほど、社長ダビオンに喧嘩売ってるんですね今。そうですね。でもダビオンが一番信用は高いのかな。そうですね、なるほど。信用ダビオンが高くて、あれか、オブジェクト&アウトカム、こいつら何なんだろうな。インサージェンシーって書いてあんな。チンピラ軍団みたいなもんなのかな。ゴロツキに愛想振ってるような感じなのかな。ここはもうプロ、宇宙に詳しいプロがいないと。この傭兵口だけじゃないぞ。あ、カニ大地さんこんばんは。あ、ちゃう、こんにちは。あ、カニさん、こんにちは。うん、わし、そう、いつもね、そらさん泣いてんですよ。シマンケさん、なんでこんな時間にやるんだよって。そうなんですか。いや、でも、天城さんも結構な時間にやってますよ、ね。そうだね。そうだね。意外とでもね、夜中は会うみたいなね。うん、なんかああ、そうなんですね。そらさんは体ちょっと持っていかれてるみたいですね。インナースフィア中のあのメックノリがね、シマンゲ配信にはね、血の涙を流しながらね、見てますよ。なの、ログを見るしかできないよって。
参加できないじゃないかって言ってますね。なるほど。よし。よし、じゃあ次のミッションいきます。さすがですよ。仕事の受注も早い。天城さんも島毛さんも時間がひどいんで。あとだってはひどい時間にようやっとったやろ。ストラさんもね、4月にインターネットの回線が良くなるんで、はい、生放送できるみたいな。そうなんですか。楽しみだぜ。おお。受注をしたのか、いかんいかん、テーブルにつかないか、全然俺分かってねえ流れ。エリー、この仕事はなんだ、仕事の内容見てなかったな。まだ見てない。仕事内容は。インサージェンシーか、社長あれですね、あのいろいろなところに喧嘩売ったり、あのなだめたり喧嘩売ったりしてるんですね。発泡美人でライフワークなんですね。考えずにやってますね。ダビオの、ね、メインの左上のやつを達成するには、ああどこの評判、どうしたらいいんですかね。ね、どっかの評判を上げるのか、自分のあのレベル英雄度を上げればいいのか、ちょっとわかりません。ああ、そっちなのかな。どっちなのかちょっとわかりませんよね。うん、次のストーリーミッションが出てこないんで、なかなか大変だなと思う。島毛君、この前あれ君うちのとこぶっ壊してたみたいだけど、どこと仕事してんのっつって、すいませんみたいな感じになってますよ。いや、あのちょっと埋め合わせでまた来ましたんでっていう感じになっちゃってますね、今ね。プラマイゼロにしとくんでって。こっちも食べていかないといけないんで。そうだね。金嫌になりますよ。いや、傭兵としては恥ずかしくないです。そうですね。金が物を言いますよ。傭兵以外の発言を禁ず。デモリッションですか、これも。任せなさい。なかなか地形的に危うい地形ですね。変なのに引っかからなきゃいいんだが。ちょっと木が邪魔だな。AC5 のマシンガンですね。社長が使っていらっしゃるあのセンチュリオンのメインウェポンって何がついてるんですか、はい、その自慢の右手は何がついてるんですか。 AC10 ですね。 AC10 か、なるほど、了解です。 AC10 と SRM6 のみっていう。なるほど、ね、そっか、しまった、ジャベリンの走行とかも聞いとけばよかったな、社長に。ああ、ちょっと次確認しますか。なるほど、こんな感じか。うふう、痛い。おお、てかやべえ、 L レーザーがいる。このもうやばいな。よし、社長ちょっと先入っちゃいますね。壊しときますね、これ。あ、お願いします。メックも出張ってきてないようですし、危ない。逆に外にいる方が危ねえや。うわー、社長、車両がまずいのがいる。すごいまずい車両がいる。優先的にこういう車両を社長の AC10 で、無敵の AC10 で何とかしてもらえると助かりますね、これ。社長やばい、すごい、すごい、サム40なんてとんでもないのもいる。ちょっと中でチキチキ黙ってますね。社長、下手なメックよりもやばいのがいる。やばい、サム40なんか社長も直撃したら腕簡単に閉じまいますよ、これ。了解です。この野郎、なるほど。そう、俺昨日玉ねぎとキャベツに塩を振ったもんしか食ってねえからな。どんな食生活してるんですか。そう、これが終わったらスタミナのある弁当食わせてもらうぜ。そう、稼がせてもらうぜ。かなり意識の高いベジタリアンじゃないですか。だからな、俺はな、ビーガンとかロアースとか大嫌いなんだよ。修行僧もびっくりの粗食を食ってみろよ。俺と同じの。バカ野郎、何がビーガンだよ。より好みしやがって。火を通してない玉ねぎの食べづらさを味わってみやがれ。火も通さず食べたんですか。涙が出る。現代人としてどうなんですか。トキワ荘もびっくりだぜ。やる。ちょっと大きい声出したら、カロリーの消費に体がびっくりしまったぜ。大丈夫。大丈夫ですか。この後しっかり。ダメだ、そうじゃない。ちゃんとあのあれだ、ちゃんカロリーの高い弁当食うから。あ、そうですか、よかったです。大丈夫。毎日こんなことしてるわけだね。毎日。あまりでもちょっとそれはどうかと思いますよ。
ああ、ツイッターに上げたろうと思ったんだけど、みんな泣いちゃうからやめたんだ。ああ、普通の配信で何言ってんだ。大丈夫、ちゃんと食ってるから。お願いします。あれだ。ありがとう。36% か。こりゃいいご飯が食べれそうだぜ。かなり腹が減ってきたぞ。戦争の後の飯はうまいぞ。そう、メックの後の街を焼き払った後の飯はうまいぞ。よし、社長離脱しておきますわ。いや、いいね、見てるぜ、これ。レオパルトちゃんも、ライアナちゃんも、いい仕事してんな。直で下ろしてくれるなんて。直縁のメック、もう、増援も、ディフィカルティ15にしては、なかなかの薄さだったな。ヤマミ。そうですね。いい仕事だった。うん、でも相変わらずやっぱりセンチュリアンが足が遅いから囲まれると大ダメージですね。そこをなんとかちょっとうまく社長をリードしなきゃいけないですね、うん、私も。そうですね、ちょっとむしろ動き方を考えなければ、まあ、そうですね、まあ、逆に一回こうウォーゾーンとか、はい、そのウォーゾーンとかディフェンスのミッション以外は仕事用にもう一個こうなんか軽いのをうまくいったらスパイラーとか運用できるかもしれないですね、うん、なんか安いメック買うか拾ったメックちょっと使ってやってみるみたいなのもまああの経理に通すときにちょっといいですね。でも8万でロスが8万だったらいいんじゃないですかね。まああのそうですかね、転ばぬ先の杖っていうかなんかやばいの出てきたときにね兄貴っていう感じありますからね。あ、まあ、そうですね、うん、戦場は何で起きるか分かんないですもん、まあ、たまにはぁみたいなはぁはぁみたいなのがでもなんでお前こんなとこいんのみたいなのがたまにいたりしますんでね。そうなんですか。あの威力こそ弱かったですけどね、サム40 SRM 短距離ミサイルが40発同時発射可能なやつとか LR ロングレンジミサイルにサムまで持って、ラムサム L レーザーまで持ってるバケモンみたいな車両とかもいましたからね。ヘッドアダメックルも強いっていうのがいましたからねちょっとあれですよね、戦車どもは攻撃に振りすぎですよね振りすぎですね。そこが全然逆にダメなんじゃない。そうまあ、使い方やつらにはやつらの使い方があるんじゃないですかね、まあ、戦車戦で考えたらいいのかもしれないですけどね。てか熱とかどうなっとんだって感じですけど ね、まあ、ね、放熱とかメックですよ、放熱大変なのに。確かに、まあ、あんなちっちゃい体ですごく怖かったですね。私のジャベに、あ、社長、ペンディングトライなんとかミッションっていう、はい、ここにある固有のミッションがありますね。ミッションっていうか仕事なんか特殊な仕事やらんかねっていう ミッションが3つ出てますね。これ一応受けるだけ受けてマップに星マーク出しとくだけ出したらどうですか。この星マークがついてるところで、星マークがついてるところってこのハイバリューミッションみたいなのがありまして、ちょっと英語読めないからあれなんですけど、はいはいはい、ノーブルーコース、ピッキングアップザピース、これなかなかあのプラス要素があるんで美味しいですよ。まあクソみたいな仕事もありますけど、ね、一応全部やっとけばいいですかね、アクセプトして。まあ3つのうちどれかとかなんか選ばされて1個で消えちゃうやつはなんか2つはできましたね。どっちかっていうのもあるんでよく見ないといけないですからね、はいはい、なかなかドラマチックですね。ピースメックもらえることもあればゴミ押し付けられることもあるし、ふざけたなんかパイロットを押し付けられたこともありましたね。私はな、成功報酬何くれんのかなって、ハテナマークってなって何くれんのかなって思ったらパイロットもらって、ふざけんなよっていう金かかるじゃねえかっていう何親戚のね就職手伝いさせられたみたいな感じでしたねなるほど。いやって社長お願いしますよっつって、うちのこれ、息子の孫なんですけどみたいな、なかなかやれないみたいな全然関係ない関係ねえとはっはっはみたいなそうですね、そっか、パイロットつけられたことはありましたね。メニューションみたいなこともこんな
こんな未来でも起こるんですね。コネ入社とかもねじ込まれましたね。私なんか知らんけどまた仕事持ってくるんでお願いしますよみたいなね。なんかこう町工場っていうか、なんか下町感が大宇宙なんですけど、下町感半端ないですね。まあ人と人のつながりですから、そこは変わんないですかね。そうですね。なるほど。宇宙に行ったとしても。そうだね。地球上の戦争中も装甲不要じゃねって時代あったみたいです。はい。これは社長、俺、社長仕事内容私見てなかったですけど、これレイドですか、アサシンですかこれ。なるほど。これはアサシンですね。ハイバリューターゲットです。アサシンだったはず。アサシンですね。了解です。なるほど。マップ見るにクレーター、進行方向先のクレーターに敵の、あの全焼要塞がありそうな匂いがありますね。はい。さらにそのノースにいるかもしれないっていう曖昧なアンノンターゲット情報があるんですね。なるほど。まあ、とりあえず進行方向の方から調べていきます。了解。ああ、全焼基地らしきものがありますね。敵が出てこなきゃいいんだけど、まだ出てきちゃった。タンクとか。出てきた。どうします社長、この全焼基地叩きますか。ちょうど両線あるんで。戦闘するには越したことはないんですが。そうですね、ヘリとかも来てるんでやっちゃいましょう。了解です。あ、いい腕ですね。一応予備にレーザー持ってるんですね。なるほど。いや、レーザー持ってないですね。持ってないのか、今食らってたのか、なんでもね。どうやら社長当てられてたようだ。なるほど、実弾の鬼なのか。レーザーは持たない主義なんで、この時代に。まあいいわがままだと思いますね。だからそういうメックに出会えるといいですね、実弾系の。うわー、めんどくせえ車両がいる。ラム40、やばいやばい、社長の、まずまず社長がぶっ壊れちまう。結構食らっちゃった。今の赤、あれ前段食らったら多分腕飛ぶ。あれ後ろから敵回り込みって、おー社長とんでもねえ、マーチカーがいます。これマンティカーでヘビータンクって言って、ヘタルメックル強いです。 PBC まで持ってやがる。危ない。マンティカーってやつは気をつけた方がいいですね、はいはい、優先的にやった方がいいです。社長の右腕より強いですよこいつ。あの拾って右腕に装着させたぐらいの強さですこいつ。とんでもない強さですね。よし、この辺でちょっともうターゲットの方行きますか。了解です。洗いましたね。あ、ターゲットが出てきますね。あ、目標いますね。目標は何のメックでしょうね。目標は、あ、やばい、クラブだ。やばい、こいつかなり強いですね。両腕に L レーザー2本ついてます。装甲もなかなかのもんです。腕から落とすのを、お願いしますね。社長のその AC 点で腕を引きちぎってくれると助かります。ちょっと背中を向けるように誘導します。わー、裏にマンチコアか、これやべ、ちょっとサム20はまずい。これ剥がします。この野郎、やつをキャリーしますね。社長が優位になるように頑張ります。足でこの野郎、こっち向けや。ちょっとファイヤーモードを、グループファイヤーモードに切り替え。コンバットコンピューターじゃ。よし、左腕取りました。ナイス。で、あと右腕か。右腕壊しまえばあとはもう M レーザーくらいしかないんでね。よし、こいつ息あったし。おー、対面装甲もだいぶ剥がれてるね。はい、社長、背中からぶちかましてやったら道中を抜けました。行きました。うまくいったら持って帰れるかな。待って、社長がもう一機いるみたいですね。嫌な仕事だぜ。あー、だいぶ爆発を起こした。社長もうスクラップですわ。あれ、あら、持って帰れないか。社長、もう核爆発を起こしましたね。左腕が飛びそうだね。まあ道中要塞守りゃ大丈夫なんでね。社長の体力はどうだ。あー、社長ダメージコントロール完璧ですね。カニと戦って、エビと戦ってこの状態で、そうですね、まあ右腕左腕分散は核エネルギーか、核エネルギーかどうかは分かりませんが、まあ、あの青白いなりますよね。あの青白い光はまあチェレンコフ光だなのかなっていう。まあ、それまずくないですか。まあ核だろうなっていう、うん、まあ核でしょう。あれはあの光は核でしょう、うん、メックノリはもう何回もあの光見てるからね。寿命大丈夫かなと思うんですけど、
まあでも遺伝子操作も進んでるみたいですから大丈夫ですよ社長。たまにあの病院行って遺伝子リフレッシュしてくれるくらいできますよ多分。リフレッシュ、うん、すごいな医療の。大丈夫ですか。この時代だったらデーモンコア実験しても安全かもしれない。デーモンコア実験、うわー悪そうですね。このあと30年後くらいにそのもう恋愛禁止みたいな惑星の連中が出てくるの、はい、遺伝子操作でしか生まれてこないその試験管ベイビーの、はい、民族が出てくるんですよ。クランメックって言って、我々はまだね恋愛して子供を子を産み育む連中なんですけど、もう恋愛禁止みたいな、恋愛アドベンチャーも回ってたの。禁止まで行くんですか。もう試験管ベイビーしかいないんで、ね、優秀な、うん、そう優秀な人間しかダメみたいな。試験管ベイビーの連中が出てくるんでね、そう、我々のことを自由遺伝子だって差別してきて、このあの劣等遺伝子のフリーボンどもがっていう、そんな煽りが、うん、うわ、そんな煽りが通用する社会になってしまうんですね。そうですね、うん、恋愛なんかして生まれてきやがってみたいなね。恋愛なんかしやがって、うん、まだ恋愛なんかしてるのばいだっていうね。まだ恋愛なんかしてんのって。まだ恋愛なんかしてんの、やばくないみたいな感じで。恋愛は小学生までだよね。そうだ、やだやだキモいって、恋愛は小学生までだよね、育ったんだよ。なるほどな、言われるんだろうな。恋愛もしたこと、はい、そうだな。あ、社長、地形的にここちょっと辛いですね。辛いですか、スルーした方がいいですかね。いや、まあちょっと見ていきましょうね。ここはあれですね、もし敵が火力の強いメックだったら隠れるとこもない一本道なんで、体のでかいやつと狭いところで喧嘩するなって不良の鉄則があるんですけど、まあ、いわゆるそういう感じになってますね。なるほど、メックいないですね。あ、まだここ、じゃあ大丈夫かな。あ、全焼基地か、700か。なるほど、あ、無視できますね。じゃあ無視しちゃいますか。うん、ここはスルーしましょう。了解、敵の全焼基地発見。嫌がった嫌がった、情報よこしな。違うんだよ、そのタンクじゃねえんだよ。どこだろう、メックちゃん、情報よこしな。嫌がった、あ、センチュリオンだ、まずい、かなりレアだ。L レーザー、 ラム10 L レーザー仕様の珍しいセンチュリオンですね。まあ右手落としてしまえばっていうところですね。まあ社長をキャリーして戦いましょう。ちょっと足使って逆回り、逆サイドついてきますね。ああでも引っ張れてますね社長、いい感じに引っ張れてますね。そうですね、社長、ごめんなさい、危ない、社長の道中をちょっと待って、裏は大丈夫です、裏は私が守ってくんで、水払いだってお願いします。右腕取れろ、なるほど、痛いな結構一発は。なるほど、そうですね、やつが撃ってくるし、よし、右で取れました、右で取った、よーしよし、あとはもうロングレンジミサイルしかないんで、ゆっくりな、ゆっくり料理してやりましょう。俺のミドルレーザーも背中の背面走行からだったらダメージは通るはずだ。社長、うわーい、ナイス、危ない、爆発する、爆発する、離れろ、爆発する、離れろ、離れろ、危ない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 、やめろ、足が引っかかる、足が、帰りましょう、帰りましょう。ああ、爆発しなかったのかな、持ってかれたらいいですね。ああ、でもどうなんだろうな、契約内容はコスト的にどうなんだろうな、契約内容に、ね、ぜひもう一機欲しいとこなんですけどね。社長あれだもんな、こう八方美人な仕事で、あっちの評判が落ちちゃこっちの評判上げみたいなことやってるから、なかなか契約、いい契約がね。なるほど難しいか、目先のね、こう取っ払いの仕事ばっかり取ってくるから、何も考えずにやってるんで、取っ払いの仕事をねやってるんで、ね、そっか、持って帰れるかな、持って帰ったらいいんですけどね。うわ、時間経つの早いな、どうだろう、うわ本当だ、もうこんな時間か、あと15分だから、あと 1,2 回か、何か R2D2 と C3PO のコンビに見えてくる、喧嘩ばっかりってことやろそれ。一体どういうことなんだ。
金さえ積んでくれたら何でもやるぞ。まあそうなんだけど、もうね、あの契約もうまい契約もねしていかないと。ああやっぱりか、爆発したのに一応回収対象だった。あ、社長でも船長には持って帰れる。ああ社長やったやったやった。これ嬉しい。やった。社長。船長。あと あれですね、もうちょっとあのクラブが1コスト足りなかったけど。そうですね。八方美人さんやってなきゃクラブ持って帰った可能性あったっけ。でもまあでも戦術量でもでかいですよ社長。これでウォーゾーンとか2大体制できますね。ああそっか、なるほど。ちょっとあのね、ティアが、はい、あの難易度上がっても戦場とかディフェンスもかなりレベルの高いディフェンスの仕事ができますね。50と2機か、仕事の幅が広がりましたよ。おお、じゃあとエディットしてみよう。さすがですね社長は。ああいいですね、評判もいいですね。評判もいいですね。社長海賊に媚び売ってんすか。そうだよね、これ海賊とか インサージェンシーとかあれだね、無法者ですよね。これ多分あったらモヒカンに肩パッとしてるような連中ですよ。で腰肉を引っ張りながら食ってるみたいな。そんな奴らと仕事してたんですか今まで。多分そこからもらってる仕事だったんじゃない。電話のやり取りしかしてなかったんで。もうあのなんだろうな、こう王族がしっかりしてるダビオンと天秤にかけてパイレッツと仕事するのになかなか。いやでも社長わかんない、社長のこの先見の目がね、パイレッツ伸びるかもしれませんからね今後ね。うん、パイレッツっていうクランなのかね、もうよくわかりませんけど、グループなのかただのうぞうむぞうの集団に属してない連中のことをひとまとめでパイレッツって呼んでる可能性もあるからな。そうですね、今社長本当にゴルゴみたいな仕事やってますね。あでもすごい仕事だったな、敵のパイレーツクラブとセンチュリオン2機も持ってるなんて。うまいし、うまみのある仕事でしたね。海賊が持ってるもんにしてはかなりいいもんでしたね。しかも珍しいレーザーセンチュリオンですね。ほう、シマンケさんが嫌いな、まあ、レーザーですね。だからこれ社員に使わせて。実弾兵器は使えないのか、うん、実弾兵器、まあラムくらいですね。あでも PPC が乗りますね。なるほど。な何あそうか、すごい。私社長がだから近距離ファイトして私が遠方でお手伝いしますよ、あのセンチュリー。もしそいつ使うんだったら、うん、まあでもディフェンスっていうよりオフェンスで使えそうですね。攻めるのに強いですよね、あの長距離系は。ワークを、あーそっか、乗ってもらいましょうかね。いやー金かかりそう、直すの、まあ、社長のことだからね、間違いない、ね、結構持ってかれましたね。ウォーゾーンで何パーセントくらいコストが上乗せになるかちゃんと見た上で多分直せるはずなんで大丈夫です、うん、あ、まさかレアメックが、まさか今日の上がりが全部修理代に消えてるってことはね、多分ないですよ。そんなことやったら経理怒り出してるから大丈夫です。ちゃんと見てるはず。多分低かったからここ直した。どうしようかな、こっちに行こうかな。レアメックもちょっと気になるんですが。ああなるほどね、まあ、時間も時間なんでこっちに行ってちょうどワーゾーンですね、ここの惑星の なるほど。ワーゾーンはですね、その、はい、ウェーブ性があって敵戦闘地域なんで無限に増援が来るんですね、まあ、粘れば粘るほど報酬が増えるっていうスタイルですね。へぇ、で、なんか噂が粘れば粘るほど強くのが来るっていう話も聞きますね。まあ社員が全然いないんでね。ちなみに島毛社長だけ経理も戦闘も雑用もすぐ、まあ零細だからね、零細社長なんで全部やんなきゃ一人で。そうですね、うん、基本一人、大企業には一、うん、人ね、死なせちゃってるから。今度老期の方が来るってなんか連絡あったらしいんで、うまくかわしていきましょう社長は。あ、じゃあこの早速手に入れたセンチュリオン乗ってもらいましょうかね。 ありがとうございます。うわ、あ
なんか重量トン数制限に余りがありますけど、これはあ誤差があるのか、 0.5 ロスしてるのか。なるほど。あちょっと待ってください。あまあ無理しなくていいですよ。ヒートシンクがあと一発詰めるのか。ヒートシンクって1トンでしたっけ。なるほど。あヒートシンクは詰めないですね。なるほ ど, どうしようかな。まあアーマーとか社長のチューニングでやってもらってもいいですし、このままでも全然構いませんよ。あと運用ですね。なるほど。LRM と SRM どっちがいいですか。 LRM10 か SRM6。 完全にじゃあ私今日は間接攻撃っていうか支援で行くんで、この装備でお願いします。あはい分かりました。支援メックとして基本的にキル取るのは島上さんで、私はもうハラスメントっていうか嫌がらせをちょこちょこやっていこうかなと思います、うんうん、練習は弾はいらないですよね。エナジー、弾いらないです。エナジー兵器だから大丈夫。じゃあこれで OK かな、うん、私が何もしてないのに爆発したらお察しください。かなりの熱量ですよこれ、うん、でもクーラントが 1.4 あるのがいいですね。あーじゃああれかな、この前シックスヤングさんのあれで手に入れたダブルヒートシンクを積むってのも、あそまあプレミアですね。壊したらねゲロ吐いちゃうんで、あれ多分手に入んですよあれ。もういやでも結局使わないのであれば もったいないなって思って。もうあれラストエレクサーとかエレクサーみたいなもんだからな、これエフェクユーザーで結局ラスボスでも使わないんかいっていう状態、使い切れないほど持ってるみたいなねパターンになるか使うか。ダブルヒートシンクはエンジンヒートシンクに入れるべき。なるほど。あたまにボーナスがついてて、たまにボーナスがついてまして、道中央にヒートシンクっていうスロットがあることがあるんですね。それは特殊な改造が、特殊な仕様のメックで、そこにヒートシンクを積むとボーナスが入るんですよ。エンジンも冷やせるっていう、普通のやつはもうエンジンはいじれないんですけど、エンジンも冷やせるってボーナスがあって、さらにそこにダブルヒートシンクを入れると点点点みたいな感じですね、うん、なるほど。お得なことでいっぱいだっていう。どうしようかな。こんな感じでどうですかね。見えてないからわかんないですかね。どうなってんだろう。あ、ちょっとシマンゲライブを再生したいと思います。あ、マウスコンピューターの CM が入っちゃった。これさすがですね。社員に映像を見せるのに一回 CM を挟むっていうのはさすがですね。いやいやいや、あれあれシマンゲさん姿が変わってる。あれ誰ですか。え、色が変わってる。どういうことですか。あ、上着を羽織って、あ、違うこれデーズやってる時の島上さんだ。危ない、元つきました。あ、囚人仕様に戻りましたね。なんでもないです。囚人仕様びっくりした。デーズやってる島上さんでも、島上さんの、ね、も何もアバターが変わってた。なるほど。あー、すごいですね。いやー、任せますね。なるほど。いろいろな考え方があるらしいですね。弾薬を足に入れとくとか、うんうんうん、まあどこに入れるとか、まあそこは社長に勉強していただくとして、まあおおむね悪くないんじゃないでしょうか。全然ロスが 0.5。 LRM が1個つけると440ラウンドか、44回打てるってことですね。なるほど。まあビーム兵器はいっぱいあるんでね、ここぞっていう時に使わせていただきます。そこのな、まあ いたずらに長丁場の支援はできないのかな。まあ対メック用に44発、440発残しておきますね。うん、うん、さらに何だろう、黄色マークは、黄色マークはこれなんか足りねえぞとか、黄色い重りのマークはまだトン数に余裕があるようで、はい、これなんか弾間違えたりなんかしてませんかね。なんかこれ弾間違えてる、組み方間違えてる系、なんか余計なもんがあるとかじゃないですかね。ダブルヒートシンクが多分これ積んでるけど効果ないとかなのかな。ん、何なんでしょうね、このマーク。何だったっけ な, んだろうな。マウスオーバーで見れませんか。ワークオーダー、うん、黄色いトーンはシービルコスト。あ、違う、これじゃない。そうだ社長、これあ整備、そうだ思い出した、はい、これ整備してくださいってあれですね、時間を送ってくださいっていう。今ドック入りしてますけどまだメンテナンス終わってませんよっていう。一回だからホームを押していただいて。あ、じゃあまだ出さない方がいいんですかね。ホームを押してコンフォートランスか何か、はい、ああもうダメかな、仕事もう始まっちゃうかな。
あ、もうダメですね、仕事しなきゃダメですね。まあこのままでいきますか一回。あ、最大搭載量下回ってるっていう、それだけみたいです。あ、消えた消えた、大丈夫です。 あ、すみ、ダブルヒートシンク、じゃあちょっと使わせていただきますね。お願いします。アンダートン、じゃあ、そうしている、ちょっと待って、大丈夫です。ロイヤリストのあれなんでしょうがないです。空き家できちゃうのはしょうがないです。その分だからアーマー積んだりアーマー削ったり、ほうほう、まあいっか、 0.5 どうしようかなっていう感じですね。まあ、今度は余裕のある時にアーマーとかもうリフレッシュでちょっと見直しましょうっていうか、見直しといてくださいっていうか、見直してくれと。私の専用機械っていうか、こう仕事で使わせていただくときに、今度はアーマーのこともちょっと相談しようかな。あー、これはウォーゾーンですか。じゃあ最後に暴れさせていただきますね。ウォーゾーンです、お願いします。なるほど、 PPC、 あー、なるほど、 M レーザー、ラムか。 M レーザーはティア2のやつ積んでます。お、あ、そんなプレミアアイテムを。本当だったら足の総合機使ってるやつよ、いいかもしれない、いいやつですね。なんて社員思いなんだ。ぜひぜひ使ってください。社長の AC10 って何発なんですか。は80発ですね。80発か、まあ、2つ積んでるんで、ね、細かいのを言ってくれりゃよっぽど足りてる。ローゾーンか、コンタクトですね。スパイダーローカスですね。やっちゃいましょう。スピードは社長の方が若干速いのかな、なんだろうね。 AL なんで一応片番違いではありますけど。なるほど、うわー、かっこいいな、青光。一発撃つだけで20度か、恐ろしいぜ。うぇー、溶けますね。いいですね。いやー、ディフェンスはどれほど使えるのかとか。いやでも熱の引きが半端ないですね。こんなチューニング初めて見ただ、ほら異常に熱の引きがいい。ちょっとこれ暴れさせてもらうぞ。なるほど、もったいなくてダブルヒートシンク使ったことなかったんですね。これすごいですね、熱の引きが。持ってはいるんですね。持ってはいるんですけど、ぶっ壊すことが多いんで積んだことないですね。こっちではガンガン使っていきます。あー、引きがいいですね。うぃー、と、おー、溶けるな。いやー、ウォーゾーンとかになっちゃうとロングレンジミサイルがなかなか使いどころがなくて困ってしまいますね。あー、やっぱり SRM にした方が良かったですかね。いやいや、まあ状況でしょうね。こういうのを叩いてみようかな。なるほど、こういう感じで使うのか。まあ、近づかれる前に叩けっていうメックなんだな、分かってきたぜ。いやー、でもローカストに偏差 PPC 当てらんねえぜ。ああ、そうだ、副着弾じゃないんですね、 PPC は。そうなんですね、あのエネルギーの、まあ、粒子の塊をつけてるみたいなんですね。よく分かんないんですけど、光とは違うものを打ってるみたいですね。まあ、要は多分パルスっていうか、何なんでしょうね。超すごい熱エネルギーなんでしょうね、多分。ビームと違って遅いんですね、ただ発光してるだけなんで。なるほど、これは稼ぎまくりですよ。ああ、早いですね。社長全然気がしないんじゃないですか。おお、これは無理です、ね、まだまだいけますよ。でヘリを落とすのにラムが強いよって言ってたな。初めてだ、 CMX 乗るのは。あ、センチリオンって支援型なんですか。いや、今この装備が支援型って感じですね。ああ、はいはい、はい、長距離装備なんでね、近距離でなかなか。ナイスです。
さあどんどん強くなってくるのかな。まだスパイリーとローカスト、ヘリとか私が落としていけばいいのかな。でももったいないな。国広名人から教わったこの UI 便利だな。ラムこそ使える。よーし、コクピット抜きしました。元はどうなんですか、その爆発あれですか。あー、元全然UI 系の元は影響しないですね。おお、まあ、確かにクオリアオンラインの仕様にしてたんですけど。そうですね、クオリアオンラインのやつに。まあ、確かにこっちの方が見やすいですね。本当はね、メックね、もっといい UI が使ったはずだったんですが、やめちゃったんですよ、はい、コスケ。トレーラーでね、嘘 UI が見れるんで、メックオリアの PV 見てみるといいですね。E3 かなんかで発表した。なんで変えちゃったんですかね。できてるはずなのになんかやらないっていう、謎ですね。一応、時代がまだ。なんですかね。それかメックカスタムで付けれるようになるんですかね。それだったらいいな。あ、コンピューターもいじれたんですけどね、昔のやつは。まあ出たばっかりだからそこは期待しちゃおうかな。いいな、素晴らしい。 AC 点と PVC 溶ける。ナイスコンピューター。これこれは攻撃力半端ないですね。危ない危ない危ない、射程を下げちゃいけないね。そういうのも考えながら戦ってきたよ。いやー、細かいやつは困っちゃいますね、これ。そうですね、ちょっとなんだなんだ、ね、あー、しまった。あいつはやってきますよ。あ、ナイスナイス、素晴らしい。こっち1体だけかな。すいません、じゃあラストヒット。ちょっとください。近すぎるとね、腕の発射位置で誤差あるからな。これがラストか。どうします、社長。社長の体力どうすか。まだやってますか。余裕ですよ、私。左腕がちょっとやばいぐらいですかね。なるほど、まあ離脱ポイントを確認して大丈夫。 500m くらい先にあるんで下がったら大丈夫なんで、ここら辺火星にして戦いますか。そうですね。ああ、コマンドだ。コマンド両腕にサムテンがあるんで、コマンドの腕から来た方がいいですね。うわ、いててててくそ、俺突っ込んじゃいけないメックなんだよな、これ。待てよ、弾が残り AC-15発。 AC-15発、弾切れても返っていいですね。なるほど、そうだ、ちゃんと弾があるんだ。いやー、しまった、下手な戦い方しとんな、私。やーばい、しかも変なとこ むしろキャリーされてんのはこっちの方だな。そっち、今から今すぐ行きます。いやー、腕破壊しました。もうこいつ大丈夫です。了解です。あー、天木さん結構ダメージ入っちゃってますね。じゃあこの辺にしときますか。そうですかね。まあ、アーマーか。帰ろう。今よりプレイヤーの方が効率もいいし、楽しさも10倍、10倍、20倍ですね。ああ、また来てますね。なるほど。まあ、でもそんなに旨味のある敵ではないですね。頑張って2体持っていかれたら、そうですね、黒の黒から。腕飛んだると操作になっちゃいそうですね。でも、今日はアーマーだけだ。特殊なアーマーだけで、なんとかならない。結局ラム2回しか打たなかったな。そうですね、やっぱりロックオン系はどうしても射程というか有効な射程があるんで、攻められちゃうとね。まあ後々やっぱり使うようになるのかな、ラムは。いやー、おかげであれですね、いい飯が食える。うん、ぜひすぐにでも食べてください。血糖値上がるとね、眠くなっちゃうんでね。あー、そっか。坊さんもびっくりの飯食ってたんですけど、ちょうどいいですね。いや、それにしてもちょっと切り詰めすぎですけどね。坊
坊さん、修行中の坊さんが泣きますよ、私の飯見たら。朝納豆キムチご飯、昼納豆キムチご飯、夜キャベツ玉ねぎ、塩をかけたキャベツと玉ねぎ。もっと食べようよっていう。すごいな、健康はてないですね。まあとは言えないです、まあ、まあまた今度はあのお肉の時間になりそうだ。ああ面白かったな。でも貢献できたんじゃないのか。予想通りだ。ああそっか、うわ、あーメック3つ持って帰ったんだけど、あー社長がもうちょっとダビオンにこびてれば2台持ってかれたのに。いやーでもダビオンかなり有効的な方なんですけどね。上がってきましたね。これでスパイディ取って細かいの持ってったら300万超えですね。で70万も入ってくると、うん、いいですね。いいんじゃないでしょうか。暑いな。なんかレアリティのある武器あるかな。あー、いいですね。エブレーザーのティア1くらいですかね。そうですね。 AI ジャンプジェット使わないんだよな。でも余裕があったら人間のメックにジャンプジェット積んどいてくれたあれか、ね、まあ私が来た時とか人が来た時に社長が組み直してくれればいいですからね。はいはいはい、なるほど。そうです。あらーちょっと待ってっけ、あら社長の会社どうだって。あーセンチュリオンいいですね。16万なのか。16万で70かで修理代したら20万くらい飛ぶから、まあ40万くらいは苦労になるんじゃないですかね。30万40万くらいは苦労になるんじゃないですかね。でメックも売っ払っちまえばいいのか。ダビオンで売っ払ったら20、今だったら 20% くらいつけてくれるのかな。 15% くらいは多分おまけしてくれるんでいいかもしれないですね。ほうほう、やったやった、ヤッホー。いやーいいですね。社長、またちょっとあのお時間ありましたらちょっとよろしくお願いします。いや本当ありがとうございます、助かりました。いやいやちょっと盛りうまい飯を食いながらちょっともう少し視聴させていただきます。ぜひぜひもうすぐにでも食べてください。飛び出していかなきゃ、はあはあ、はあ、はあ、面白かった。すいません、じゃあ一旦失礼します。ありがとうございます。入れてもらって、はい、またありがとうございました。はい、お願いします、こちらこそ。あー、すいません、うるさくてすみません、申し訳ない、一旦失礼します。ありがとうございます。いや、いつも楽しい配信、ありがとうございます。一旦失礼します。いえいえいえ。